はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれたおらなし、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。さあ本日はですね、9月25日から10月1日までの皆様の運勢、1週間の運勢を占わせていただきますけれども、まだちょっと関西の方にね、和尚禅タロットカードを忘れたままですので、本日もこのタロットカードのみでの占いになりますけれども、はい、もう涼しくなってまいりますし、スポーツの秋、食欲の秋、まあ、皆さん大体食欲の秋の方がこう比重がね上になってしまうと思うんですけど、スポーツしてくださいね。はい、ということで早速占わせていただきます。はい、すべて出揃いました。解説していきます。1月生まれの方、吊り下げられた男の正位置のカードが出ております。ちょっと我慢の状態続くかな。まあ考えてくださいね、もろもろね、考えがまとまるまで考えてください。でその時にまあ実際行動を起こせばいいわけですから、今ちょっと無理しないようになさってください。はい、2月生まれの方、強行のカードの正位置が出ております。まあ法律ごと成り立つ、仕事転職成り立つ、今やってる案件、来た案件、恋人との関係、結婚に向かって動いてもいいとかね。はい、いい感じでございますので、あなたにとってメインのことが成り立つですから、いろいろこうちょっと動き始めたことは、しっかり行動して、自分のものにできるように、仕事になるように、きっちりお金儲けにつながるように、関係をもう確固たるものにできるように頑張ってみてください。3月生まれの方、女帝のカードの逆位置が出ております。ちょっとね、まあ出費があるとかね、充実しない、面白くない、見返りがない、まあそういう時に腐ってしまわずにね、そういう時こそ学びはあると思いますので、しかも出すもの出さないとね、またいい時見返りは来ないですし、あとほんでね、もう悪い縁をいつまでも引きずってるとね、いい縁って絶対入ってこないし、いい仕事も入ってこないし、自分が楽しんでないといいものってね入ってこないですし、笑う角には福来たるとよく言ったものでね、ほんとそうやと思いますので、まあそういう時こそできることをやって、まあもういらんものは出す、もう出ていくもんしゃあないぐらいの気持ちで乗り切りましょう。はい、4月生まれの方、エンペラーのカードの正位置が出ております。自分本位のことができる、自分の思い通りのことができる、自分が上に立つ、まあただ調子に乗らないように周りとの調和は心がけてね、わがままばっかりちょっと先立ってしまわないように、周りとの調和、そういう部分だけ心がけていただいたらね、いい方には動くと思います。はい、5月生まれの方、恋人のカードの正位置のカードが出ております。いいもの、いい人、いい案件出会いますので、まあそれをさらにこの先につなげていけるようにね、まあそれがもうまずもう種やったとしたら、種まきして水やって肥料をやって育ててとかしないといけないので、そういう部分はもうやった方がいいと思いますし、いきなり何か出会ってドーンと跳ねることもあるかもわからないですし、それは何とも言えないんですけれどもね、まあ一生のうちで一番1,2を争うような幸運期の時やったら、もう出会ってすぐもう見返りが来たりしますしね、はい、そういうこともあると、昔で言うたら河原智美ちゃん、小室さんと出会ってドカーンとかね、はい、そういうこともシンデレラストーリーもあるかとは思いますけど、まああんなこうめったにいい日も持ってるものもそれはねすごかったら、もうああいうことも起こりますけれども、はい、まあまあそれが小さいこう種であってもね、ちゃんと育ててやっていけばいいと思いますので、頑張りましょう。6月生まれの方、忍者のカードの逆位置のカードが出ております。あんまり時間かからずに夜が明けるとか、いい風に動き出すという意味になりますので、まあ動き出すからといってどうしていいかわからない、まあわからなかったら誰かにちょっと手助け頼んだらいいですし、ちゃんと確実に前に進めるようにね、やればいいと思いますので、いい時期にはなってきます。頑張りましょう。はい、7月生まれの方、ジャッジメント審判のカードの正位置が出ております。復活する、モチベーション上がる、
やめてたことをもう一回やる、ダメになってた関係もう一回チャレンジしてみる、滞ってた案件もう一回ちょっと紐解いて、結果につながるようにやってみる、いろいろちょっとチャレンジ、運気いい時なんでチャレンジしてみてくださいね。まあそれでそれやったことによってそのもの自体はダメになるかもわかんないですけど、別のものがそのおかげで入ってきたとかいいこともあったりしますので、まあちょっと諦めずに、しがみついて、しがみついてという言い方おかしいですけれども、ちょっとしっかり、結果につながるように頑張ってみてください。はい、8月生まれの方、力のカードの正位置が出ております。ちょっとまだ我慢の状態続いております。ライオン、力任せに押さえつける状態ですので、手離したら暴れ出して噛まれてしまいますので、噛まれないようにもうちょい押さえつけとかないといけない。腕もプルプルなってきますけれどもね、あのおかげで筋肉つくわぐらいの気持ちでね、やればいいと思います。もう少し、の我慢していただければいいと思いますので、そういう時にね、お前大丈夫かって逆に寄ってきてくれる人もいたりしますので、まあ、利用する言ったらおかしいですけれども、まあ、意見聞いてみる、ちょっと助けてもらえることを、やってもらう、おかげでその人とつながってまた何か仕事につながるとかね、いい関係として成り立っていくということもございますので、まあ、我慢するべきところは我慢してください。はい、9月生まれの方、節制のカードの逆位置が出ております。ちょっとやりすぎの部分がある、サボってる部分がある、やらなきゃいけない部分をちゃんとやらないと見返りは来ないですよって感じでね、まあこれ節制なので、酒飲みすぎてあかんのに飲みすぎてない、お金使いすぎたらあかんとこに時に、使いすぎてないっていう、正位置だとそういう意味になるんですけど、逆位置だとちょっと意味が逆になってしまいますので、出費ばっかり多くて見返り少ない、やらなあかんべき、我慢せなあかんところ我慢できてないみたいな意味になりますので、ちょっと財布の紐を締めるとかね、締めなきゃいけないところは締め直す、はい、そういう気持ちなり、もう物質的なものなり、はい、ちょっと考えてみましょう。はい、10月生まれの方、タワーのカードの正位置が出ております。ちょっとうまいこといけない、もしかしたらトラブル問題発生かもわかんないですし、まあそれが原因で一回ドカーンとなったけれども、ああなってよかった、そこをやめる羽目になったけれども新しいものがつながったとか、もうそういうことは僕の人生でも多々ありましたからね、ちょっとそういうことがあるかもわかりません。あ、ちょっとじっとしといた方がいいなと思うときはじっとしていただければいいですし、なんかことが起こったために動かざるを得ないことをちょっときちっとやってみてください。その結果としてそのもの自体はダメになるかもわかんないですけど、またいいものつながるということもあるかもしれません。はい、11月生まれの方、月のカードの逆位置が出ております。これ正位置で出てたら夜の状態、もうちょっと夜なんでお休みしといてくださいね、水の中入ったってわけのわからんザリガニかカニかようわからんものに噛まれるかもわからん、外歩いてても狼に襲われるかもわからん、夜の状態なんで英気を養っとってください、あたふたせずに寝とってください。夜が明けたら動き出したらええからって感じなんですけれども、はい、もう逆だと夜が明けるって意味になりますから、はい、ちょっと動き出す時期ですよ。動き出したから言って、ね、寝起きにちょっと無理してガー動いたら怪我したりしますのでね、運動するんやったらロケットスタートするんじゃなしに、ちょっと準備体操してご飯食べて落ち着く、気持ちも体も落ち着かせてリセットしてから動くっていう風にした方がいいと思いますので、無理はなさらないでください。でも夜明けというかいい時期にはなっていきます。はい、12月生まれの方、運命の歯車の正位置のカードが出ております。とりあえず歯車回っておりますので、自分でもどん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 前に進みましょう、上に上がっていきましょう、まあ、その歯車回ってる状態を現状維持しとく方がいいのか、さらに上を見るのか、それはもう自分の状況を見て判断すればいいと思いますので、まあ無理だけはなさらないでください。はい、9月最終週、10月最初の週、いかがでしたでしょうか。まあっという間に残り3ヶ月終わってしまいますからね、悔いのないように秋を楽しみつつ、年内、やるべきことをきちっと片付けてね、2024年に向かう、はい、もう後半も後半も後半の3ヶ月になってしまいましたから、悔いのない2023年を過ごしましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価もよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。